私は小笠原雅子、ベテランの小学校教師。教師になったのは生活のためだけど、今はこの仕事にとてもやりがいを感じている。1974年、私は高知市立小笠小学校に赴任した。この学校の規模の大きさには戸惑ったけど、それだけでなく何か様子が変なの。週3回近くの開放会館で、ある地区の子供だけが参加する開放子供会というのがあった。私はそれでこの学校の校区に童話地区があることを知った。ただ学校全体でも会に参加する子は10人もいない。そのために子供と同じくらいの数の教員が割り当てられ、子守のようなことをやっていた。これは何なのだろう。ただの時間と費用の無駄遣いではないのかな。石川青年を返せ。石川のお兄ちゃんは無実。何なのこれは。そっか、狭山寺で、ね、逮捕された石川さんの救援運動のことね。でもこんなことを子供が理解できるわけがないし、子供が喜ぶわけがない。実際上級生の子は嫌がって参加せず、代わりに友達と遊んだり塾に行ったりしていた。3年後、新しく着任した校長がこんなことを言い出した。他のところでもやっている絶景登校というのをこの学校でもやろうと思うのですが、どうでしょう。絶景登校とは、童話地区の子供が狭山事件の裁判に抗議する黄色い絶景をつけて登校するというもの。とんでもないことだ。私だけではなく、ほとんどの教員が反対し、校長の提案は却下された。お前たちに童話地区出身者の差別された気持ちがわかるか。実はこの校長は部落解放同盟員だった。部落解放同盟の方針を押し付けるために送り込まれたんだろう。やがて私を含めて反発する教師は他の学校に移動させられた。転勤先で小笠小学校で絶景登校が行われるようになったと聞いた。それから月日は経ち、1987年、私は高知市立一橋小学校に赴任した。実は私の夫の総一も教育関係の公務員で、当時は高知市教育委員会の童話教育課長だった。課長、あなたの奥さん部落出身だそうだね。森田先生、どうしてそんなことをご存知なのですか？自分で言ってたじゃないの。あ、そういえば私の妻の父親も実は部落出身なんですよ。童話教育課長の奥さんならね、ぜひ部落民に宣言して自分のことを話してもらわないと。しかし、あれは私がつい言ってしまっただけで、妻はそのようなタイプの女ではないんです。どういうことかね。私も妻自身もそのことは意識せずに来たものですから、妻に言っても困るだけだと思います。そりゃいかん。あんたは童話教育課長でしょ。ちゃんとそれを自覚してもらわんと。どうしよう、困ったな。彼女は森田マスコ、部落解放同盟高知市連絡協議会の議長であり、高知市議会議員でもある。マスコが私に部落民宣言をさせるよう夫に依頼していたことは、後で夫から聞いて知ったことだ。そしてこれはその後に続く事件の前兆だった。おしん得たしね、得た先行しね、得た先行のヒステリー、得たしね。翌年の1月、学校周辺で差別落書きが見つかった。これはちょっとした騒動になったが、落書きの場所や状況から子どもや学校職員の仕業ではなく、周辺の誰かがいたずらした方だろうということになった。だけど4月になってまた別の落書きが見つかった。一橋江田先生のヒステリー。さすがにこの落書きは意図的に学校を狙った嫌がらせだろうということになった。えらいことになったな。江田先生というのはあんたの奥さん以外に考えられんだろう。それはないでしょう。妻は自分で部落出身とは言ってないし、本人も周りもそんなことは意識してません。この後に及んでまだ言うか。童話教育課長がそんなことでええのか。まさこ、今度の学校の職員会で自分は部落出身で
江田先生は自分のことだとみんなの前で言ってもらえないかな。頼む、童話教育課長という自分の立場もあるから。確かに明治生まれの父は部落出身で、自分は新平民だと言っていたのを聞いたことがある。でも私は母方の実家で生まれ育ったため、自分が部落民だという認識はない。だから今さら自分が部落民などと自信を持って言えるわけがない。夫はそのことを知っているはずだし、夫は日頃から他人に左右されるなと言ってきた。夫が本心から頼んでいるのではないことはすぐに分かった。そんなことができるはずがありません。あなたは解放同盟に踏み絵を踏まされようとしているんです。私が部落民宣言を断ると、夫への圧力はさらに強くなった。夫の同僚の木村茂樹童話教育課長補佐が解放同盟事務局に呼び出された。木村さん、いいですか。父親が童話地区出身であれば、本人の意識がどうであろうと童話地区出身です。雅子さんが父親のことに触れたくないというのは父親に対する差別です。これから小笠原雅子さんを中心に童話教育をするように、一橋小学校校長に指導しなさい。はい、おっしゃる通りに出します。寺村修一教育委員会次長、森田剛教育長も同様に解放同盟から圧力を加えられたようだった。課長、大変です。解放同盟が奥さんに部落民宣伝をさせないなら、100人を連れてきて課長を糾弾すると言ってます。もう解放同盟とは話し合いができない。童話教育課長を続けるのは無理だ。私たち夫婦は地獄のような状態に追い詰められた。7月末には私の理解者であった一橋小学校校長が突然退職してしまった。表向きは健康上の理由だが、そんな前兆は全くなかった。夫もやむなく童話教育課を離れて、9月から僻地の小学校の校長として転勤することになった。理不尽な扱いに怒った私は市長と森田マスコに手紙を書いた。内容は両者に損害賠償と慰謝料として200万円の支払いを求めるものだ。なぜ200万円なのか。実は事前に弁護士に相談しており、そうするよう勧められたからだ。もちろん市長は支払うことはできないと回答した。マスコに至っては金を請求することはエセ童話行為だとまで言ってきた。これで私と解放同盟は完全に決裂した。解放同盟は憤怒発狂し、異常で異様な行動をし始めた。森田マスコは私と父が南国市野中出身でひどい酒乱だったなどと書かれた文書を私の職場の教員に配布した。翌年の4月には解放新聞に私が部落出身の自覚がないなら一体誰の子供なんだといった記事が掲載され、そこにも父が酒乱であったということが書かれていた。私はもう決心していた。解放同盟と森田マスコを部落民宣言強要の人格権侵害、プライバシー侵害、名誉毀損で訴えた。共産党系の教職員を中心に裁判を支援してくれる人が増えてきた矢先、私たちをまた不幸が襲った。このところ体がだるいし食欲がないんだ。あなた仕事を休んで病院に行ったら。いや、いろいろあって疲れてるだけさ。しかし夫の体調は悪くなる一方だった。ようやく夫が病院に行くと、後で私が病院に呼び出された。旦那さんは癌です。しかもかなり進行していて、すぐにでも入院が必要です。治療の甲斐なく、夫は裁判中の1990年1月18日に死去した。夫の告別式の日、朝倉地区解放会館で解放同盟が裁判劇を演じ、その内容は気が狂った私が裁判官に退廷させられるというものだったと聞いた。裁判の結果、1992年3月3日文書の配布や解放新聞の内容がプライバシー侵害と認められ、解放同盟と森田マスコに計60万円の支払いが命じられた。この判決は1997年3月14日に最高裁で確定した。
森田マスコはこの裁判の直前に高知県議会議員に当選、2003年3月に議員を引退、2016年7月15日に91歳の天寿を全うした。